です。の遊びチャンネルのコーチでございます。本日は僕の大好きな、ウイスキーのお話をしたいと思うのですが、つい、昨日、ようやく幕開けさんで、ちょっと試飲しましたもの、こちらこれ、タルホリックさんというメーカーの、タルなんですよ。ウイスキーを熟成させるタルなんですけども、こちらが届きました。こちらはね、第2弾になるんですけども、ちょっと概要をご説明すると、まあ言うたら伝説の、極上ミニダルというこれの第2弾なんですけども、こちらの樽が、まあ、1弾と第2弾何が違うかというと、こちらの前面と側面っていうんですかね、まあ言うたら前と後ろの樽材なんですけども、こちらに、桜の木を使ってるバージョンになります。桜バージョンっていうんですかね。そういう風な形になります。これがね、ちょっと桜香るということで、で、これは、スパニックオークを使ってて、まあ前と後ろに桜の、木、桜の香りがする、まあ言うたら桜材を使ってるってとこですよね。で、まあ今回の、プロジェクトっていうのは1リッターで2リッター3リッターの、3つがあったんですけども、僕は、2リッターの方を支援させていただきました。でね、本来は3月に来る予定やったんですけども、やっぱりねこれウクライナの方で製造されてる樽になるので、まあ戦場にね今なってますんで、そういった意味で僕も支援させていただいたんですけども、到着がちょっと遅れて、つい昨日来ました。でこれでね、ウイスキーをちょっとまあ言うたら追い熟成というんですかね、正式な熟成にはならないと思うんですけども、樽の風味をつけるっていう意味での熟成ですよねをしていこうかなと思います。であとはね、マリッジブレンドっていうんですかね、モルトとグレーンですかねを入れて自分のまあ言うたら好きなウイスキーを、作るという方法もありますし、で今これ一応ね、先ほど水を入れて樽を一回膨張させて水漏れがないかっていうのを確認しました。で、今ちょっと乾燥させて今から、この後、ウイスキーを詰めていこうと思います。で今回詰める、まあ、ウイスキーを何にしようかなと思ったんですけども、まあ、一番手軽でまあ言うたら入手が簡単なサントリーさんの角の方を詰めていこうかなと思ってます。でこの後ねちょっとまた用意して、樽詰めの方していこうかなと思いますので、そちらの方にチェーン。はい、今ね樽の、ほぼ9割近く入ってます。もうすぐで溢れるぐらいのところまで来てます。だから栓してね、これをちょっと熟成していこうと思います。エビついましたね。いいかも、もともと入ってたの。エビとイカ後で入れた。すごい声になってますね、奥さん。テキーラ飲みすぎて、ちょっとね、声やられてしまってますけど。昨日ショットでテキーラ12入ってましたからね。違うよ。ほんまに僕よりよく飲むんで。風だからね。酒代が好きにね、最後5、6万って聞かないですからね。永遠にやりますよね、こういうくだりはね。ちょっと広げようかな。最後にアサリを。あ、了解です。通訳すると酒が飲みたいと言ってない。全然言ってない。だからあさり置くとこまでまたワープします。完全に出来上がってきましたね。これ使ってるグリルは奥さんなんていうグリルなんですか？マルチグリルやった。マルチグリル、マルチグリドルやったかな。え、嘘やろ。違うやろ。マルチグリ。なんでそんなマックグリドルみたいになって。グリドルじゃなかった。ちゃうやろ。よくわかりません。そろそろアサリを乗せようとアサリを乗せようと思うんですね。そうです。そしてこれでテキーラはいらないですか？いらないし、飲んでない。それこれが我が嫁のアサリの投入方法です。はい、ざっくりでいいんですよ。どうせ食べるから。はい、パエリア完成しました。